見える開花メルマガ。こんにちは。一般社団法人開花 GP の村松大輔です。本日はですね、この日本人ってすごいなというところですね。それぞれの国々がいろいろ素晴らしい点があります。例えば中国とか韓国とかはね、すごくお友達になれるとか、家に招いてくださって、すごくね、ご飯もてなしてくださるとか、すごくフレンドリーだったりとかですね。アメリカ人の方々は本当にこう人の意見、白人の方々は人の意見、あ、そうなんだ、君はそう思うんだねと、すごくこうね、人の意見を受け入れるとか、で、自分の意見もちゃんと言うとかっていうところで素晴らしいとかあるんですが、日本人ってこう自己肯定感が低いとか、で、18歳の学生たちにですね、日本人と韓国人とアメリカ人と調査したら、自分はダメだと思うっていうのが、日本人は8割もいて、韓国、アメリカ人は2割しかいないと。で、自分は役に立つ人物だと思うのが、日本人は2割しかいなくて、韓国、アメリカは8割もいるというふうに日本人ってこう自己肯定感低いと思ってしまうんですけれども、で、日本人の凄さってこう知らない人が多いんですが、それぞれの国が素晴らしいものを持っていて、日本人も本当にこうすごいところを持っていて、で、例えばですね、台湾の方々がですね、おじいちゃんおばあちゃんたちがですね、この子供たち、孫たちがですね、よく頑張ったねとか、真面目に取り組めたねとか、この誰が見ていなくてもちゃんといいことできたね、徳を積めたねとか、思いやりを持ってやれたねとか、嘘をつかないで正直に謝ることができたねっていう時の褒め言葉にですね、頭こうなでなでしながら、リップンチェンシン、リップンチェンシンって言うんですね。で、そのリップンチェンシンってどういう意味かというとですね、このところのお話に入りたいと思います。この日本人ってとにかくすごいと。いや、おじいちゃんおばあちゃん、台湾のおじいちゃんおばあちゃんたちが、このリップンチェンシンってこう褒め言葉で使うんですが、その褒め言葉は日本語、漢字にするとどれかというとですね、こういうんですね、リップンチェンシンってこう日本精神だと。こんだけこう、日本人ってこの精神性、嘘をつかないで正直に謝れたねとか、誰が見ていても見ていなくても、人のためにこう尽くせたねという時に、このリップンチェンシンっていうふうに言っています。で、それを私たちがそもそも持ってるんですね。それ何かというとですね、1895年日清戦争が終わった時にですね、台湾が中国の清に、まあ、ある意味、植民地化されて、その前はオランダにですね、日本で言うと江戸時代の頃にですね、オランダとかがですね、こう、アジアをこう攻めましたと。で、台湾はオランダが取ったんですね。で、植民地化して、その後中国の清が植民地化して、で、1895年に日清戦争終わってから、日本が台湾を、に入ったんですけども、日本が台湾をですね、日本が台湾を植民地ではなくて、統治って言うんですけど、植民地と統治って違うんですね。植民地はある意味ですね、こうできるだけこう搾取して、で、まあ、奴隷じゃないですけど、まあ、扱いを大変にして、で、奪うような感じの植民地で、統治というのは、道路を作ったり、港を作ったり、病院を作ったり、学校を作ったりして、言語を統一して、で、その人たち、地元の人たちが自立、独立できるようにというようにしていって、搾取するんではなくって、本当にこう、その地域を、この国を自立できるようにやってたんですね。で、台湾もこう、まあ、いろいろかつての時代に搾取されて、山切られて、洪水が起こって、水がもう水浸して洪水になっちゃって、飲み水がないと。で、ヒ素、水にヒ素が混ざってるので、どんどんこう、病気も流行ってったっていうんですね。それ日本人が見て、これはやばいと。で、ダムを作り、水路をですね、すごくこう、でかい水路を引いてですね、で、畑ができるようにして、で、港を作って、学校を作って、で、教育、その時の識字率って本当にこう、1% とかそれしかなかったのが、識字率をちゃんと上げてですね、みんなが賢く勉強できるようにという形で、本当にこう、台湾のレベルが上がってったんですね。で、そのことを知っている人たちが、子供たちに伝え、それを知っている台湾人、もう80歳、90歳とかなんですけども、こういうこの、台湾人とリップン前進っていう、コンサイさんとかですね、こう、本書かれてるんですけども、本当にこう、日本人ってすごいわというところがですね、で、この人がですね、で、蘇州さんという方も、この素敵だ、日本人はとても素敵だったというところで伝えています。で、そのところをですね、私も本来の日本人の明治大正時代のですね、まあ戦前ですね、昭和20年より前の日本人の志で生きるとか、
自分の命も大事だけど、命よりも大切にする何かを持っていて、その大切にする何かに気づいてる人たちが持ってる輝きを、気高いっていうらしいんですけども、その本当の気高さを知っている日本人っていうのが、台湾とブラジルにはまだ残ってると言って、私どうしても台湾、ブラジルに行きたいなと思ってたらですね、台湾のご縁がタタタタタとこう繋がっていってですね、で、今度ですね、台湾に行くごとに、決めました。で、今回ですね、皆さんにですね、このぜひ、見てもらいたいところなんですけども、この日本人の本当にこう素晴らしいものがありますよというところが、どんだけすごいのかというところを実際にですね、私が現地に行ってこう肌で感じたいと。で、今回ですね、できれば皆さんとこう行ければなと思いまして、で、3泊4日ですね、開花台湾ツアーという形で行きます。で、日本人の精神性を知る旅です。で、期日が5月15日から18日の平日になるんですけども、月火水木ですね。40名限定です。で、こちらはバスが45人乗りなので、5人がうちらスタッフとかなので、本当に40席しかないんですけども、で、すでにちょっと身内何人かで入らさせてもらっているので、枠が埋まり始めてるんですけれども、土曜日、2月18日、朝土曜日のです。朝10時から、申し込み開始いたしますので、先着順で埋まり次第申し訳ないんですが、それで終わってしまうんですけども、3泊4日、食事もずっとですね、私たち、開花メンバーと、皆さんとご来場いただいたお客様皆さんとですね、一緒に食事取りながらやっていきます。で、実際にですね、ツアー概要なんですけども、こちらの本がですね、ありがたいことにですね、こちらの本がありがたいことに、台湾の方でもこう出版されておりまして、で、こちらの出版記念パーティー、講演会プラス食事会も、付きです。あと、本当にありがたいことに、こちらの本もですね、今、中国語訳、この台湾の方の漢字の方ですね、に今翻訳されつつあって、まだ出版にはなってないんですけれども、本当にこう、台湾とありがたいご縁をつながさせていただいております。そちらの出版ツアーとですね、で、ジョーさんという方が非常にこう詳しい方で、実は台湾の新幹線をですね、引いたメンバーの一人なんですけども、私と実は同じ学年だったんですね。で、そのジョーさんが、そういう思いならぜひ、僕つい、行かせてくださいと。ものすごい忙しい方なんですが、私がそういう日本人の精神性をね、とにかく知りたいと。いうことを伝えたら、だったらぜひ行かせてくださいという形です。で、台湾の講演会にご参加と、あとですね、日本統治下の偉人のゆかりの場所で、八田余一さんとかですね、六四先生とか、白虎将軍とか、それぞれの方々が実は日本人が神様として祀られているんですね。それ、なぜなのかと。いうのが日本人って本当にこうすごいことを台湾の方々が本当にこう喜んでくださるようなことをやってくれてると。あと、すごいことにですね、食事2回、3日目の夜、2日目の夜と3日目の昼ですね、日本語を話せる台湾人の方々と一緒にご飯を取りながら、交流をしていくと。なかなか普段の観光ツアーだとそういうことないんですが、私はこれがすごくやりたくて、私も海外行くときにツアーで行くと現地の人と話せないので、だいたい一人というかな、自分で行くんですけども、これすごくやりたいことをジョーさんたちが組んでくださってですね、で、いうことをやってくださいました。この台湾人との交流会。で、新幹線とかですね、もう全部ツアーの中で、ジョーさんが全部こう説明してくださると。で、一緒に行ってくださるメンバーがですね、こちらジョーさんです。で、久保木英子さんって方がすごくこう、やっぱり台湾にも詳しくて、日本人の精神性ということにもすごくこう思いが深くてですね。で、私が本当にこう観光地行きたいわけじゃなくって、この日本人の精神性を肌で感じたりと。で、人のために最高の自分を生かす生き方っていうのを肌で感じたいと言ったら、ジョーさんも英子さんもね、じゃあぜひ私たちも行きますというふうに言ってくださってですね、今回のツアーが、という形になります。で、実際のですね、詳細に関してですが、5月15から18の3泊4日になります。で、初日夕方4時に台北市内のホテル集合なんですけども、2つのですね、桃園って書いて、桃園空港と
松山空港両方にですね、ツアーの方がいて、そこから、ホテルまで連れてってくれますと。で、終わった後もですね、最後も、桃園空港と松山空港両方にですね、スタッフが、連れてってくださいます。で、実際にですね、この台湾のホテルに集合になりますので、海外、日本から行く方でもなくてもですね、いろんな国から、まあ、タイからとかですね、バリ島からとかですね、ヨーロッパの方からアメリカの方からハワイの方からも、ご参加いただくことが可能です。この時間、これ台湾時間、台湾、こちらはですね、台湾時間の16時、日本で言うと1時間、台湾の方が後ろ、前ですね、前です。日本が17時。17時で台湾時間の16時にこのホテル集合でですね。なので、いろんな国々からもご参加いただけます。で、あとですね、行き帰りなんですが、私たち会館のメンバーですね、羽田発のアナで、これはお申し込みいただいた方にメールで届くんですけども、私たちはその15日の朝、アナのですね、羽田空港発の10時5分で出ます。で、台湾着が12時30何分かな。で、その後移動してっていうふうになりますので、もし一緒に行かれる方は羽田空港からですね、その飛行機で行っていただければ、行きと帰りもそれに合う時間で帰りますので、そのアナを取っていただける。そのアナの時間は実際にお申し込みいただいた方に、ご案内させていただきます。あと、実際に私たちがですね、いろんなその場所に行かせていただいたときに、まあ、会課としても、まあ、日本人のこういうことのね、過去のやっていただいたことに対しての、まあ、祈りを私からも捧げさせていただこうと思うので、行く箇所行く箇所でですね、時間が取れれば、お祈りをあげさせていただければと思います。で、実際にですね、まあ、日程こんな形で、参加費が16万5千という形で、募集人数が40名、ちょっと身内が埋まってるので、減ってくるんですけども、で、含まれるものがホテル3泊と食事全部です。で、夜市のところとかは、自分たちで出すと。あと、ツアー内の交通費ですね。新幹線とかバスとかですね。です。で、あと、出版記念講演会と出版記念講演会の後の夜のパーティーですね、も込みになります。参加費に含まれないものが大きなもので、航空券とかですね、あります。あと、保険に入っていただくということもあります。保険も各自で入っていただくということがあります。で、こちら、実際にですね、お申し込みサイトがですね、こちらの QR コード読んでいただくか、あるいはですね、概要欄にも書かせていただいております。で、申し込みスタートが2月18日土曜日の朝10時からスタートになり、先着で埋まり次第終了となりますので、皆さんとですね、本当にこう日本人の精神性を感じるという旅にね、行きたいと思います。で、実際に東日本大震災の時にですね、台湾の方々がすごい世界第1位で日本にこうお金をね、寄付金を入れてくださいまして、で、その、アメリカが2番目で、その額よりもはるかに上回る金額を入れてくださったりとか、それだけ台湾人が日本に対しての思い入れがすごいと。その後ですね、台湾に震災が起こった時に、各国からこう救助に入ったんですけども、ここもまた感動的でですね、72時間以上を超えてしまうと生命がもうやばいというので、で、実際に72時間以上を超えてしまった時に、この瓦礫の中でね、家族がもう埋まってますと。で、台湾の家族の人がそう言ってると。で、諸外国の方々、生命反応を調べてみるともう反応が出ないから、もう通り過ぎてしまうって言うんですけども、で、日本の自衛隊がですね、その家族、台湾人の家族がここに埋まってる、助けてくださいってこう、言った時に自衛隊の方々、生命反応見ても出てこないんだけど、ちゃんとこう、瓦礫を除去してですね、亡くなったご家族のご遺体を抱きかかえて、で、家族に渡して、で、自衛隊の方がですね、この整列をして、こう、礼をして、お渡しするという形のこの精神性をちゃんとこう持ち合わせてるんですね。で、そのところが、本当にこう日本人にこう宿っている素晴らしい意識なのと、諸外国いろいろな素晴らしい点あるんですけども、日本人の素晴らしさって、そういうところだなと。そこを、この明治大正はほとんどの日本人が持っていて、知っていて、で、それを知って感動している台湾人の方々が、リップンチェンシンっていうですね、この、ですね、日本精神というのはどういうものかと、
というところをずっとこう伝え続けてくださっている方々が、もうご高齢でですね、なかなかもうお話ができなくなってしまう年齢の方々もいらっしゃるので、本当に今しかないなと感じて今回ツアーを組ませていただきました。人数が少ないんですが、そのバスの中で私たちと一緒にこう語らいながら3泊4日ですね、共に過ごしていければと思います。関連動画ですね、こちらにつけさせていただきます。では今日も最高素敵な一日を過ごしましょう。さよなら。